マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、マスクラ3パート21やっていきたいと思います。まだねパート1から20見てないよという方はですね、概要欄に再生リスト貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回はですね、村人交易所を作ってみようということでやっていきたいと思います。ずっと作りたかったね施設です。というのもね、あの修繕のエンチャントもんがね、とにかく欲しいんですよ。シャベル、斧、剣、そしてツルハシ使っていくとですね、どんどん消費していく。もうね、修繕ないと建築もできないし冒険もしづらいっていうことで、はい、今回交易所を作りたいと思います。ただ今回ね、この粘着ピストンを使ってその村人交易所を作りたかったんですけど、もうねスライムが全然湧かないのね。ね、スライムチャンクって呼ばれるスライムがね湧くところを調べてみたんですけど、そこにいても全然湧かないから、あの4分の1だけ村人交易所を作りたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。で今ね、町あの拠点からね、あのちょっと遠いところで、まあ、作業を行っていきましょう。でこの辺りにね村人交易所作ろうと思ったんだよね。では早速やりましょう。1、2、3、4、5ということで、粘着ピストンを1マス置きに置きます。そしたらレッドストーンを全てにつなぎます。でこのね真ん中にレバーを置いて、これで全てオンにすると、全て同時にこういう風に粘着ピストンが動くようになります。でこれを反対側にも作ります。ただ粘着ピストンがないので、残念ながらここは何もとりあえずは置きません。あの村人さんも今回5人までしかね、基本的にはね来ないってことです、残念ながら。で今回ね、まずこの部分を作っていきます。何ブロックでいこうかな。ブロックは羊毛にしよっか。柔らかい方がね村人さんたちもねいいかなと思うんで、はい、こんな感じです。これで、まあ、村人さんたちはこの上に基本的に乗ります。ただゾンビさんに攻撃されてほしい時は下げるっていう、そういう風な、まあ、施設を作ります。ただ僕もね正直そんなにこういう施設作ったことなかったので、まあうまく作れるかなっていうのは若干心配ではあるんですけど、まあ、ちょっとやってみようっていう感じですかね。でこの上はこういう風に閉じておきましょう。多分こんな風でいいと思うんですよね。1段ここ上げなきゃいけないのかな、こうやって。でここはここじゃないな。この部分はちゃんともうアイテム置いて、でこれで今村人さんたちがいる状態で、下がったら攻撃できる状態ってことで、こういう感じですね。アイテム的に言ったらこんな感じでいいんだと思われます。で、あの他のところも作りたい、ただ今は作れないってことで、今回は4分の1っていうことなんですね。ちょっと残念ですよね本当にね。なんかデザインとかもさ、こういうデザインにしようとかさ、まあ、綺麗なところにしようとかね、まあいろいろ思うことはあるんですけど、もう今回側だけもうなんか機能的に使えればいいやっていう状態ですので、大変ね申し訳ない。ではこのね家の部分をこんな風にちょっと作っていきましょう。じゃあ上の部分も作っていきましょう。こうして、でここに村人さんたちが来るんですよ。では装飾をしていきましょう。どんな風にしようかなっていうところなんですけど、こんな風に頭皮のねあの階段を置いて、でここに司書さんなんでね、
本棚を置いて、でこの横はどうしよっかな、可愛い感じで筒子でも置いちゃう、筒子でも置いて派手かな。でこの上をこんな風にトラップドアを置きます。まあ、こっちは違いますね。これで村人さんが入ったら、まあ、出れないと。でもってどうしよっかな、ここ石でも使うか、丸石でも使いましょう。ちょっと良くないか、まあ、使っても悪くないかな。ここ階段でこうやってもいいもんな。ここはこういう風にしましょうかね。ツツジは見せる感じにしよう。こんな風にして、これで村人さんたちが来ればもうほぼこれで一応攻撃所自体はできそうだな。一応もう一回下げる、下げたタイミングでゾンビがここに来る、で攻撃するで大丈夫そうですね、施設自体は。この後ろはどうしよっかな、鉄使いますか。なんかね、一応参考にさせていただいたね動画があるんですけど、それすごいおしゃれな感じだったので、鉄格子使いましょう。どうだろう、おー悪くない悪くない。そのこじんまりとはしてるけど、ちゃんとした施設っぽくは見えますよこれ。まあこの色自体は後で追加できる。ちょっと今はね、その4分の1の家なんで全然追加できてないですけど、はい、じゃあ村人さんを連れてきましょう。で村人さんを連れてくるときはトロッコを使います。でトロッコは以前アイアンゴーレムトラップを作るときにここまで運んだので、こっからぐるぐるっとそっちまでね繋ぐような形にしたいと思います。もう一段囲っといた方がいいのかな、出ないように囲っときますか。じゃあそれでは線路をつないでいきましょう。レッドストーントーチなどもね置きつつ、ここでスピードつければいけるかな。で、オッケー、これで村人さんたちはこっちに来るはずです。これで村人さんたちを運んでみましょう。トロッコを使ってまあね、一応試しつつね運びましょうか。よかったー、これ前壊さなくて。ゴー、いけー。このね村人増殖器はですね、あのパート何かで作ってるので、ぜひそちらでチェックしてみてください。いったねちゃんと。あー、そうなっちゃうんだ。でこれで落として、よし落ちたぞ。で奥からにしよっか。ちょっとこう行ってもらって、奥に行ってもらって、手前行っちゃったか、手前でもいいや。はい、カモン、こっち来い。ジャンプで、いっいっ、よし、これで落ちましたと。あ、で取引しなきゃいけないんだな。そういえばランタンも置きますか、どうせだったら。よし、かわいいね、めっちゃ明るいけど。よし、宝釣り、残念、ちょっと違うな、いいけどね。火属性違う、これぞあれですね、師匠ガチャってやつですね。消滅の呪いいらんわ。はい、次アンデッド特攻3、
強いけどね。水星特攻さん、それも魅力。こんなのいらない。お、ダメージ増加5。これは決定でしょ。わーい、いい取引だっていうこと。すごっ、すごいわこれ。でこの村人さんはこういう風にするとここでダメージを食らうようになるって。素晴らしいね。よし、じゃあ次の村人さんを運びましょう。いけーい。お、落ちた。よしよしよし。範囲ダメージ増加さんも強いよね。これもいいな、して。よーし。二人目。効率強化5。これは決定。やったー。素晴らしい。この人は範囲ダメージ増加さん。オッケー、これを光らせよ。オッケー、この輝きに驚くことなかれ。ちょっと見づらいけど、修繕きたー。ただエメラルドが足りないから、ちょっとエメラルド取ってこよう。あ、あった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 。きたー、これで。やったー、ははー。修繕だー、この方は。嬉しい、マジで。水中歩行とか欲しいかなー。あ、水中呼吸さ、これにしよう。やったー、えい、いい感じですね。じゃあ、あとは周りを少し整えていきましょう。まあ、少しですね。ということで、動画外でさらに作業をしまして、村人交易所完成しましたー。といっても、まあ、まだ4分の1の完成なんですけど、はい。それでは見ていただきましょう。こちらになりまーす。まだ外観もね、整えられてないんだけど、ちょっと見ていきましょう。だいたいこういう風にするよっていうイメージなんですけど、はい。まあ、こんな風にね、まあ、地下室がある。そういう施設です。で、粘着ピストンがあったら、本当はここにつけてね、この司書さんのところと同じようにできるんですけど、まだないので、まあ、とりあえずこういう風につけるよ。で、他の素材はこういう風に配置するよ。っていうところまで、とりあえずやったような形です。で、床は木材、ね、素材の違う木材をね、使って、つけてみました。で、こちらが交易所です。で、はい。こちら、司書さんたちのね、交易所になっています。ダメージ増加後、効率強化後、修繕、水中呼吸3、範囲ダメージ3ということで、ね、もう少しね、司書さんは欲しいところですよね。何が欲しいかな？ね、他にもなんかこう、いい司書さんがいたらなと思います。で、こちらは、まだね、配置していないんですけど、石を交換してくださる方を、こう、配置したいなと思っています。ネザークオーツとかさ、結構素材で使えたりとかさ、テラコッタとか使えたりするかなと思って、はい、石、配置したいな。あとはこっちに、エンダーパールをね、交換してくださる人だったりとか、あとは、防具、あと武器とかを交換してくれる人を配置したいなと思っています。で、屋根とかもね、しっかりこう取り付けたら、なんかおしゃれな感じになるとは思うんですけど、ちょっとまだ付けれてないですね。うん。まあ、全体像をしっかりね、見てから取り付けたいなと思っています。
で先ほどもお見せしたこのねスイッチでゾンビたちの治療を行えるっていうことでね、まあ、治療も早く行いたいですね。別にそんなめ、めちゃくちゃ大変なね作業でもないので、あのポーションだけねしっかり作って、まあ、治療を行えるようにしたいなと思います。うん、いい感じ。我ながらねその途中までではありますがいい形でできたんじゃないかなと思っていますが、皆さんいかがですか？ぜひコメント欄でお待ちしております。はい、ということでマスクラではですね、あのこの拠点をね発展させたりとか、あとは冒険に行ったりとか、いろんなことをこれからもしていきますので、ぜひねチャンネル登録そしてグッドボタンもよろしくお願いします。マスオのねマスクラ T シャツ、マスクラ T シャツっていうかマインクラフト T シャツもね今発売中ですので、ぜひそちらもよかったらチェックしてみてください。はい、ということで皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。かなり進歩してますわ、嬉しいです。はい、ということで以上マスオゲームズでした。また見てね、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。